はい、プレイステーションビータ対応タイトルグラビティデイズ、重力的めまい上層への帰還において彼女の内宇宙に生じた鉄道について、紹介していただきます、ソニーコンピューターエンターテインメントの北尾さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずこのゲームの概要から教えていただけますか。はい、このゲームはですね、重力を操って、空間を、駆け巡る、大冒険活劇となっておりましてですね、ジャンルは重力アクションアドベンチャーとなっておりまして、プレイステーションビータのモーションセンサーを生かした、斬新な遊び方ですとか、有機EL ディスプレイで描かれる、そうですね、とても綺麗な、描き込まれたグラフィックなどが特徴のゲームになってます。本当にアクションゲームとしても特に操作が新しいですよね、そうですね、結構そのウェブサイトとかでも、動画で紹介してるんですけども、もうユーザーの方から、見たことない、こんなの見たことないみたいな、声が上げられていたりですとか、今やっている全国の、キャラバンの方でもですね、もうプレイした方から本当に新しい、今まで触ったことないっていうような、触ってみて分かる説もあると思うので、今日は実際に実機上でですね、動かしながら説明していただきたいと思います。はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、見ていただけると分かるかと思うんですけども、かなり、広範囲にですね、街が描かれておりまして、いわゆる箱庭系のアクションゲームだと、非常に緻密に描かれている上に遠くまで見渡せますね。そうですね。で、実際かなり遠くの方まで、というかフィールドが広くなっていて、街中至る所に行けるようになってますね、しかも人が歩いてたり、はい、ビータの処理能力の高さだからこそというところです。で、主人公はですね、このグラビティ・キトゥンという女の子でして、彼女はこの、空中都市のヘキサビルというところに、で目覚めるんですけども、記憶がないというところで、これは体験版デモのデータになっているんですけども、このようにですね、この黒猫の、ちょっと待ってくださいね、よっ、この猫の力を借りて、重力使いになります。で、この重力を扱うっていうのはこのグラビティ、デイズの最大の特徴となっておりましてですね、いいよと、こっちが、ね、地面になる、はい、この感覚が新しいですよね。そうですね。今度こっちが地面、はい、でですね、1回 R ボタンを押すことによって、無重力状態になりますと、で、行きたい方向をこのように右スティックでも選ぶことができるんですけども、こっちのこのモーションセンサーを使用してですね、はい、この感覚がとっても気持ちいいですね、実際に本体をこう動かしながら、はいはい、で、ビーターは本当に視野角が広いので結構傾けても全然見れてしまうと、で、行きたい場所を決めたらもう一度 R ボタンを押すとそこに落下していくと、本当にこの重力を操っている感覚っていうのが本当に病みつきになると思います、こういった敵か味方かみたいなキャラクターもたくさん出てきてですね、こういったキャラクターとの戦いを経て、主人公は成長していくと、で、今こっちに行けと言われてるんですけど、ちょっと上の方まで行ってみたいですけど、この機械もあるんですね。そうですね、この反重力というのは彼女だけのものではなくて、何か新しい技術がこの世界には、いや、この主人公だけの力ですね。これはじゃあ何か
そうです。これはまあいわゆるあの飛行船のような、はい、こう浮頭みたいになっていて、普通の技術で浮いている、はい、そういうところに彼女だけがふわっとこう、そうですね、取り付ける。でまああのこういうオブジェクトにしても、まあ、街並みもそうなんですけども、うん、あのヨーロッパのコミック、あのバンドデシネって言われているジャンルなんですけども、うん、そういった世界観をかなり踏襲したフランスあたりのね、はい、非常にこう芸術性の高い、そうですね、うん、だからまああの本当設定画とかいろんなあのウェブサイトでも確認できるんですけども、うん、そういったところにもあのゲームファンだけじゃなくてアニメファンとかアートファンとかの方にもかなり高評価をいただいていると。プロデューサーの富山さんは割とホラーのイメージが、ね、強かったんですね。そうですね、まあ、ずっとサイレンシリーズを手掛けていたので、うん、みんな次もホラーかと思いきや、ね、クリエイターとしても新規軸で来たと、はい、建物だけじゃなくて空中に浮いてるものもうまく使いながら、そうですね、物語もこうやってね、はい、面白そうな。で、まあ、あのストーリーモードももちろんそうなんですけど、まあ、街がとにかく広くて、うん、まあ、あとはその飛んでるだけでも本当に気持ちいいので、うん、それだけでもずっと遊んでられますね。こういったちょっとコミックみたいなシーケンスもあってですね、ああ、まあ、ここもあのモーションセンサーとちょっと同期していまして、こういう風にすると今絵が立体的に見れるみたいな、 2D なんだけど 3D ですね、はい、そうですね、ああ、これ漫画の新しい見せ方としても面白いですね。そうですね、本当に、うん、ああ、これはストーリーの、はい、合間合間にこういったところも入ってくるので、うん、内容も本当に充実してますね。メビウスさんとかに見せたいですね、これ。あ、そうですね、うん、まさに、うん、これだって、はい、なんか独特な文明が、ね、発達、そうですね、うん、これが謎の、敵ネビーという存在です。アクションゲームとしても本当に、とっても爽快感のあるゲームになっておりまして、まあ、操作法としてはですね、こう途中で、タッチスクリーンを触ることで回避アクションができたりですとか、でそこからのキックができたりとか、でもこういう通常の、まあ、キックで地上で戦うこともできるんですけど、ここでも重力を生かしてですね、うん、重力モードになって敵の方向を敵の方向に向かってですね、モーションセンサーで照準を合わせて攻撃ボタンを押すと、そこに向かってキックボタン、キックを放つと、自分自身をこうミサイルみたいな感じで、はい、なんかジャンプして落ちていく攻撃をどっち向けにでもできるみたいな感覚に、そうですね、はい、なのでこう空中にいる敵とかにもですね、うーん、当てることができると、まあ、結構この音楽も迫力のある音楽になってるかと思うんですけども、まあ、アニメゲーム音楽界の巨匠の田中浩平さんが今回音楽を手掛けております。まあ今みたいなあの小型の敵からですね、こういった大型の敵も出てきて、こういう感じでこの広い空間の中で巨大な敵と戦うと、うん、思いっきり空高く舞い上がって、そこから、そうですね、で先ほどのあのタッチスクリーンを生かした回避アクションは空中でもできますので、うん、
ちょっとここから先はぜひプレイしていただいてからの、はい、全国のキャラバンでプレイしていただければと思います。はい、はい、では最後にプレコミをご覧の皆様にいいメッセージをお願いします。はい、グラビティデイズですね、2012年2月9日発売ということで、今の予約特典としてですね、はい、まあ、設定画ですとか、キャラクターイラスト、あとここでしか読めない、ショートコミックなど、まあ、結構、スペシャル感のあふれるですね、予約特典も、つきますので、そちらの方もよろしくお願いします。はい、北尾さんありがとうございました。はい、ありがとうございます。